その最初あの親に、まあ、怒られて閉じ込められて、で、まあ、一人で閉じ込まった時に、まあ、怖いっていうのもあるんですけど、それプラス例えば寂しいとか、あの本当はただただ認めてもらいたいとかで、家族に認めてもらえたらもうそれで自分はいいのに、それが全然満たされないっていう寂しさが根底にあって、だからこそ認めてもらいたいから頑張るとか、認めてもらいたいから社交的になるとか、認めてもらいたいから勉強するとか、だから今自分が明るいのももともとは寂しがり屋で真逆だったから明るくなったっていう感じで、喋るようになったのももともと全然喋らなかったから喋るようになった。